駅構内多代駅佐賀県都市桜町にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は JB14。九州鉄道開業時より現存する九州最古の駅の一つでもある。駅裏に鳥栖貨モターミナル駅を併設している。かつては日清製粉鳥栖工場への専用線もあったが、1980年代に廃止。開業時の地名が由来。 田代の、伝は、田畑、大は、小平広七を意味する言葉で、鎌倉時代に開墾された古い土地である。江戸時代には、田代寮となり、長崎街道の宿場町の一つである、田代塾として、大いに栄えた。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。1番ホームに上り列車、2番ホームに下り、列車が発着する。駅舎は、 上りホームに接する形で設置され、2本のホーム間は1本の古戦橋で結ばれている。当駅でのオーバーランが多いため古戦橋はオレンジと青の蛍光塗料で塗られている。木造駅舎は2002年1月に解体され、翌2月にとんがり屋根を持つ小さな駅舎が完成した。無人化に伴いポス端末は撤去された。簡易守護課改札機により守護課の利用が可能であるが、 カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。当駅が、起点の文字工駅を出てから、最初の終日無人駅である。2019年の1日平均乗車人員は582人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。